今回は黒崎ゆずがバンデンライの一員になっていた世界戦を楽しむネットの反応を紹介します。それではどうぞ。唐突な母親の死で子供心に絶望、イチゴが死神代行になるより前にユーハバッハに接触されて、死のない世界、二三堂、シュテルンリッター入り、死神との全面戦争も受け入れている。だけど原作同様にブラコンで、カリンちゃんも死神のパパも大好きとする。才能ないからコネ入団って言われちゃう。霊力がゴミな分、シュリフトや基礎技術で押してくるやつだ。何よりちゃん一と石田特攻。残月のおっさんどんな気持ちで談話するの見てるんだろうね。この世界だとカリンがフルブリングやクエンシーの力に目覚めそう。名前の由来が混じり物のクエンシーだし。別に悪意とかじゃなくて死別した母親と再会したいんだろうなって。なお、ウェコムンドで閉じ込められたりしてるとき、ユズの存在でソウルソサエティの上から疑念を持たれそう。じゃあイチゴにフルブリング編終わるまで正体隠してるってことでよいの？あの中で唯一月島さんに挟まれたふりをしてるの怖いよ。いや実際に挟まれたのかもしれんが。普通に普段は力を使わないなら挟まれてもおかしくない。兄様ですら挟まれはしてるし。カリンの方が適性ありそうだし、そっちの方がバンデンライ入りしそう。適性ありそうだけどメンタル強いし、ユーハバッハについていかなさそう。反発してアウスベイレンの対象になって終わると思う。シュリフトは何だろう。なんか織姫みたいな能力発言しそう。R、リワインド、巻き戻しとか回帰を意味する。本編の R は叫んでるだけでケンパチに殺されたけど、ミワッチがグレミーあたりが作った影武者で、本物の R の使い手がユズだったら熱い。最終章でいきなり伏線回収とばかりに、おされな演出とともにカミングアウトされたらちゃんいちの気持ちになる。井上と怪奇 VS 拒絶の能力バトルしてほしいわ、絶対面白い。なんか最後はイチゴの腕の中に抱かれて死にそう。ホワイト三地獄編みたいに暴走しない？大丈夫？イチゴが作中で一番曇る。しかも一巻始まる頃には、バンデンライとして活動してたとか、脳が理解拒むだろ。見たいか見たくないかで言えば見たい。むしろなんで今まで言わなかったんだよ案件だわ。それだけユズが上手だったのかな？何の冗談、と思ったら。とにかく暴走しないように落ち着かせようとする本気の度合いと、憐憫の情が見えて察してしまうちゃんいち。夢、ならばどれほど良かったでしょう。違いますか？強化水月や催眠でも受けてるのか疑いそう。月島さんを経験した直後だからな。イチゴの部屋に集まって切りかかるというか、歯を向けて愛禅を取り囲むソウルソサエティ編最終回の構図をゆずで見たい。ドン、観音寺よ。こういう時あんたの出番だぞ。ファンガールを助けて諭してくれ。こことかクエンシーなら相当ピンチだったのか。こんな雑魚、力を使えば瞬殺できただろうに、フォローには効き目が弱いキルゲ系のシュリフとか、単純に帝国の存在を悟らせたくない根深い闇なのか解釈分かれる。なんならお母さんと同じでここで巨の傷ができたせいで、後に用済みになってからアウスベイレンされるとかもあり。というかイチゴが止めると見せかけて、同じくフルブリングに目覚めたカリンが倒すとか面白そう。この世界の遊破生死の銀ぶち込まれた後、全力月画と石田の全力ハイリッチ、プファイルで、恨み事を残す暇もなく消し飛ばされそう。ルキアが1、2を死神にさせたことを恨んでて、一時進行でミニーニャの代わりにボコりそう。死神のあなたがずっと嫌いだった、とか告げて正体バレるやつ。お面かぶってそう。アランカルのクエンシーかと思ったらまさかのユズ、スレがくっそ盛り上がりますね。これは、ユズがイチゴの前でルキアから奪った、袖の白雪を披露する姿を見てみたい。そしてイチゴの絵に穴が開く。ダメだ、俺こういう展開好きだから興奮するわ。シュリフトはどんなのが良い？上で出た通りの R が良いと思った。母が生きていた頃に戻りたいとかそんな感じで。戻りたいのか悩むとか戻りたくないものなんかも欲しい。今を生きる気持ちと過去に戻りたい気持ちが葛藤してるのよいな。
妹を何してでも取り戻すことがモチベーションで、チョコラテを完全封印できるかもしれない。織姫、カリン、一心、ルキアの4人で説得するのもみたいな。イチゴや石田はあえて関わらなくても味がある。一心出てくるのが良いよな。親子バトル見てみたいし、シュリフトの力で幸せな夢を見せて昏睡状態にして無力化するとかだと、死体の山を気づかずに脅威になれそう。一番幸せな頃で固定して、結果的に血濡れの全盛期に比べて弱体化必須とかでもいいな。このシュリフトだったらザラキ特攻に見えて枷のない時代になる可能性あるの。コッパイチゴが死神大行編とかアランカル編やってる間も、ユズはずっと修行しながら千年決戦に備えてたんかな。見えないところで努力する女の子は可愛いですね。特訓の成果を家族に見てもらおうね。守れましたか。一度バキバキにへし折れてから再起して守りに行くからセーフ。カリンは守れていたぞ。ユズがカリンちゃんを助けてっていうシーンも、ミワユズ自身を感情に含んでいないことを暗示していた。天真爛漫な小学生中学生の妹ポジションが最終章で敵に回るとか、キッズ読者の性癖狂う。ちゃん一がめちゃくちゃ曇るのもいいし、イケアに発揮してユズを止めるのもいい。ユズを止めて仲直りした直後にアウスベイレンされて、ちゃん一が同国するのはもっといい。母親が死んでから小学生未満なのに、家事を率先してやるめちゃくちゃできた子なんだよねユズ。だから一二と喧嘩なんかしたことないだろうな。生き返らせたかったお母さんと同じ最後、良いよね、良くない？ああでも一心が止めるパターンの方が燃えるかな。体の負担がでかい挽回を娘を止めるために使うやつじゃん。多分本当にこんな展開だったら俺性癖こじらしてたと思う。なのでそうはならなくてよかった。石田が万伝来に入ってゆず見た時まず驚くだろうな。というかお母さん殺したの間接的に言う派ばっかじゃねえか。ゆずはそれを知らずに騙されてついていったんか。だから最低なんだよあいつ。なんか初めのうちはシュリフトだけ明かされて名前にモザイク入ってるけど、途中で仮面が取れて名前が明かされるやつ。死なないけど昏睡状態から目覚めないとかだと美しい姿勢と管理できそう。未来でカズイにあっさり目覚めさせられてもおされだ。は？いきなり目覚めてるやん。ってなった直後に、カズイがユーハバッハの残滓を消滅させて、極意命名編でも続けて規格外さをアピールするおされ。癒し枠、妹分の日常の象徴が、本編前に裏切ってたとか青年漫画に足を突っ込んでない？退場時にはカリンの、ゆず継戦継戦、カットが挟まれる。そしていつものオシャレサブタイトル演出。リリネットとスタークみたいに、二人で一つ理論でカリンがキーパーソンになる展開も見たい。それならユズが使ってる能力が全て本来カリンの力で、カリン殺さないと無尽蔵に戦えるとか、ユズはただカリンから力をレンタルしてるだけの人間なのが判明する。カリンに見えないところでずっと助けられてたし、だからこそ強行に及べてしまったジレンマ。最終的に共犯だねって不器用に背負うカリンが見える。ホルシュテンディッキの名前は神の悲願かな？高校生くらいの姿に変身しそう。母親が亡くなる事故が起きる前のロリ姿もいいなぁ。あそこで中身が止まったままってしさ。マサキエミュで帝国にいる間は髪を染めてたりしないかな。そんなのイチゴと一心が悲しむぞ。もうすでにイチゴの心は豪雨警報状態が続いているよ。津波と台風が押し寄せてきそうなんですが、それは石田パパもトイリュウツルにクリティカルヒットするぞ。なんとなくだけどカリンは能力あっても使いこなせなさそう。本人も自覚なさそうで、ユズがレンタルして使うことで初めて進化を発揮するパターン。クインシーとしてのハイリッキ、プファイルやその他基本技術はカリンからパクった能力、シュリフトは陛下からもらった力を自分の意思で消化させたとか？え？世界の命運を隅に追いやった、ユズカリンのキャットファイトが見られるんですか？これ物心ついたばかりの頃に、ユーハバッハに付け込まれたのがミソだな。幼少からの洗脳教育受けてるから、
死のない世界の素晴らしさとか植え付けられて、普通に目的のために死神を殺せそう。というか陛下の目的達成したら、今まで殺したみんなも生き返るとか思ってそう。そして真実知って発狂しながらアウスベイレン食らって昏睡状態になる。とりあえずこの世界の陛下は本編以上のクズ野郎だな。自分が間接的に殺したマサキの娘に洗脳して廃下にして、用済みになったら丘と同じくアウスベイレンするとか。原作でもバズビーハッシュとかを見てる限り、付け込んで自分で満たして利用してぽいだぞ。石田が帝国に加入した時ゆずみかけて、ポーカーフェイスが一瞬崩れそうになる石田が見てみたい。仮面なりなんなりで変装してたのを外して名乗られて、アスキアート省略は黒崎のところのって固まる石田か。その時は石田が何を見かけたのか、読者にはわからないって構図がいいわ。